メリークリスマス。どうも、皆さん、ズマです。皆さん、クリスマス、いかがお過ごしでしょうか？僕はですね、こんなことやってます。妻と子供には逃げられました。ということで、今回も引き続き、信長の野望、大使、墳刑の交わり、やっていくわけなんですけれども、前回、徳川家に宣戦を布告しましたが、まだね、宣戦を布告できたんですよ。というのは、堀家ですね。堀家と、陣ブレを出せ。松平も宣戦を布告します。陣ブレを出せ。戦の支度をせよ。これで三成と敵対勢力が同じになりましたよ、ということで続けていきましょう。徳川がどう出るかだよね。敵が我が領内に向かっております。ほう、なんかいろいろ来たね。こっちも来てるね。16000ならまあ問題はないでしょう。と、問題こっちだね。4万とな。あ、でもここ、上限が低いぞ。いいね。ということは、2万出せば十分戦える。では、この陣容で臨みましょう。ちょっと兵力差が気にならないことはないけど、まあ大丈夫でしょう。兵力差というか、武将の質の差だね。がちょっと気になるけど。もうちょっとこの辺、兵集めといて、武将も移動させてもいいかもしれないね。さあ、まずは、前田対行部だよね、きっと。そうなるよね。1万6000か。まだこれはもう、総勢でもって叩いてしまえばいいでしょう。揺るがず。いいですね。我らに負けても、恥じることはない。問題なく。このまま包囲を続けます。いいね。我らの勝ちよ。なんか最後の最後で出てきたって感じなのかな。これはでもこのまま行かざるを得ないよね。うん、行ってしまおう。我に続け。いやー、最近調子がいいですね。取り付きましたね。強行でもって一気に攻め落としてもいいような気がするけれども、まあとりあえず普通の攻撃でいきますか。来そうな気がするんだよな。さあ、堀が何やら動きを見せてますが、まあ問題はないでしょう。このままいきます。さあ、ぶつかりますよ。ここはね、ガチンコのぶつかりになると思うんですよ。来たね。わからず、行きましょう。まあ幸い兵数の上でこっちが上なんでね。まあ有利にことを運べそうです。真ん中の部隊は砦をうまく使いながら守って、外から鉄砲で持っていかけるという感じで進めていきましょう。それでは行きます。行こうか。相手に名のある武将がいたらちょっと困るけどな。こっちあんま強いのいないんですよね。このことは一人だけじゃないよね、きっとね。はまった。はまったならば。お、そんなとこに罠を仕掛けたのか。だったら行った方がいいね。さあ、行こうぜ。始めるぜ。これは雨降ってるから乱戦に持ち込みましょう。いいね。グチ、覚悟しろ。やりたい。もうこうなったか。グチ、さあ、行こうぜ。お、奇襲をかけたのか、かけられたのか、どっちなんだ今の。さあ、では。突撃でもって強制交代でもいいな。行きましょう。やりたい。前。お、これは、真田昌幸じゃん。また偉いのが出てきましたね。ね、徳川の援軍が入ってるんだね、これね。覚悟しろ。さあ、お互いに動く。おっと、卑怯のもの。速度が落ちるのか。それはややこしいなぁ。速度はややこしいなぁ。これちょっと突撃でもって、さらに交代させましょう。突撃がね、結構使いやすいんですよね。背中を向けるとすぐに突いてくる。なんと鬱陶しい。さあ、どうする。攻撃されちゃってるな。命令してくれ。いや、表裏卑怯、いいですね。
ちょっと散りすぎてるような気がするな。この陣の移動増加の効果結構うっとうしいですね。やりたい前、やりたい前、覚悟せよ。ゲチオ、始めるぞ。始めるぜ、ゲチオ。こっちに送ろう。この少ない兵が少ない部隊でもって下に行こう。覚悟せよ。始めるぞ。ご命令ください。覚悟しろ。もったいないもんね。叩きのめせ。やりたい。突撃しちゃおうか。三好正勝の突撃が本当に役に立ってるな。ね、命令負荷すごくありがたいよね。強制交代で。で、無理くり移動させられるもんね。で、強気に持っていけるんじゃないの？これ突撃すごいいいな。命令負荷。この本当命令負荷すごいいい。あ、やられちゃったか。もうでもさすがに1しかいない。いくらなんでも無理だ。いやでも正和本当に頑張った。ちょっと1話まず1話1話まず1話。あー、ミスミスやられてしまうのか。あー、やられちゃった。さあ進み込みました。いいですね、勝ちです。まあ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 、そこそこ綺麗に勝ったんじゃないですか。さあ、捕獲したのはハジカノ正嗣。これ、ハジカノ伝右衛門の孫に当たりますね。これはでも、まあ、武田から徳川に下って、そのまま関ヶ原も徳川従軍なので、斬首となりますね。まあ、なんとか守りきれてよかったですね。騎乗します。さあ、来ましたね、高岡城援軍。いくつだ ?13,000。お、引っ込んだ。兵糧がないんだな、これ、きっと。いいですね、高岡城、落としました。さあ、二人、捕らえました。津田重久と、これ読めないよね。これは、蒲生元隆って読みます。まあ、どちらも前田家に属して、東軍側に加担しているので、まあ、斬首ということになりますね。無念。で、こっから先ですよね。どうするか。ちょっと一回、立て直しますか。引き返して。で、改めて攻めましょう。さあ、秋になってまた西側が動き出しましたね。お、徳川と石田が講和とな。ならば、こちらも講和の使者を送りましょう。これはむしろ、いいかもしれないね。大谷家にとっては。これ、西が大変だな。そして、島津と毛利はどうなるかっていうのも注目ですよね。さあ、では、三成と前田が、講和を結ばないうちに、もう一度前田を叩きましょう。再び兵を送ります。あ、戦場上位はこちら側だね。で、どう見ても、15,000程度しか出てこないので、まあ、25,000出せば間違いはないでしょう。なんで、このまま行きます。我に続け。さあ、注目ですね。これ、三成が徳島を攻めて、長宗我部が岸和田を攻めてるんだね。なるほど。そして、徳川家と講和が成立しました。よかった。どうなるかな、これ。そして、お！はあ、そう来ましたか。前田が来る。ん？これはなんだ？ 48,000 掘り。こっちは問題だな。ちょっと待って、今。家康いたでしょ？講和結んだないってどういうことなの？それは。行こう。どこで叩くか。この辺まで出れば五分と五分でできるかな？ここだね、きっと。
もっと前に行っちゃうと、まあ、ここが限界か。なるほど。どうしようかな。まあ当然迎え撃つしかないですよね。ここにしましょう。我に続け。ちょっと前田攻めは中止ですね。ただ来てるんですよね。1万1千の兵でもって。この1万1千の兵をどうするかっていうのもまた問題ですけど、どうしようかな。どっから出せる？あ、やっぱ遠くからなっちゃうね。まあ、遠くからでも出しましょう。39日。ここまで行きましょう。で、解除でしょ？いいですね、2万。で、何を狙うかっていうと、ここ高岡城の防衛で前田の兵を叩いて、減らしておいて、そのまま攻め上がる余裕があったら、攻め上がってしまいましょう。さあ、ということで、前田を攻めるつもりが、逆に二方向から攻撃を食らうということになってしまいました。そして果たして、徳川の講和とは何だったのか。これ、ほぼほぼ徳川軍じゃんね。こんなインチキだよ、講和なんて。さあ、ということで、次回、再び戦ですね。頑張っていきましょう。ということで、今回もこれまでとさせていただきます。どうも皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回。